カロミラ、本名、マリア・カロミラ・サランディ、マリア・カロミラ・サランティスは、アメリカ合衆国出身のギリシャ人歌手である。ニューヨーク州、ウェスト・ヘンプステッドに生まれ、ギリシャのタレントオーディション番組、フェーム・ストーリーに出場し優勝したことがきっかけで、ギリシャ及び、キプロスでの知名度を獲得した。ギリシャが、主催国を務めるユーロビジョン・ソング・コンテスト2008の、ギリシャ代表として、 アテネで開かれた同大会でシークレットコンビネーションを歌った。アメリカ合衆国ニューヨーク州のウェイスト・ヘンプステッドにて1985年1月31日に生まれた。アメリカではキャロルと呼ばれている。両親はギリシア料理店を営むギリシャ人であり、姉妹が一人いる。幼少の頃からポップスターとなる夢を抱いていた。学校では 演劇制作やミュージカルなど様々な課外活動に加わり、またビオラを習って学校のオーケストラで演奏していた。高校在学中の2003年にはミス・ウェスト・ヘンプステッドとなり、また2年連続で学級委員長を務めた。いとこに誘われて、ワベリーラジオ主催の音楽コンテストに参加し、2位入賞を果たした。それ以降、ジェシカ・シンプソン、LL クール J、 ジェニファー・ラブ・ヒューイット、ミシェル・ブランチ、ニック・ラ・シェイなどの有名アーティストらとコンサートの舞台を共にした。スター・アカデミーの類似番組であるギリシャの音楽タレント番組、フェーム・ストーリー2のオーディションがニューヨークでも行われ、カロミラは200人のオーディション参加者の中から番組に参加できる2人のうちの1人となった。普段は主に英語を話し、ギリシャ語があまり流暢ではなかったが在籍していた。 アデルファイ大学の楽器が終わるのを待った後、ギリシャに渡った。このフェームストーリー2で優勝を果たしたことにより、カロミラのプロの歌手としてのキャリアが始まった。この時の優勝で、賞金20万ユーロを手にし、ヘブンミュージックとのアーティスト契約が結ばれた。ユーロビジョンソングコンテスト2008にて2004年7月8日から8月14日にかけてテッサロニキのフォーカスで歌った。 夜には観客の前で歌い、昼には自らのアルバムに向けたレコーディングを進めた。ギリシャ国外では2004年の NBC のアテネオリンピックのイベントの一環でトゥデーやアクセスハリウッドに登場した。また UPN のギリシャパレードでは生で歌い、インタビューされて FOX ニュースやワシントンポスト、ニュースデー、ニューヨークタイムズなどで取り上げられたか、 その後、ユーロビジョンのギリシャ代表として、オプラウィンフリーショーでも取り上げられている。2004年9月1日、15曲を収録した初のオリジナルアルバム、カラーミラが発売され、アルバムはゴールドとなった。その後、他のフェームストーリー参加者と共にギリシャツアーを行い、アテネのサラッサにも来ている。同じ年、レックススタジオにてでスピナ・バンディア・サノスペトレリストの共演もした。 批評からかも多くの好評を受け、ライフスタイル誌のウーマン・オブ・ザ・イヤー、ベストニューカマーに選出された。2004年にはまた、ギリシャのテレビドラマシリーズ、アイ・ランプジーにも、脇役として出演し、演出のニコス・ホス・コロスは、カロミラを、アリキブー・ユクラキと、比類した。2005年には2枚目のアルバム、ペイズイスが発売された。アルバムには12曲が収録され、うち2曲は、 カロミラ自身が作曲したものである。この年、エリコッキヌグや、アンドレアス・スタモス、コンスタンディノス・フリスト・フォルーと共に、ペイライエウス130ミュージッククラブで歌った。カロミラは、自身の2枚のアルバム収録曲のほかスキャンダラスや、ドンチャ、ドント・ファンク・ウィズ・マイ・ハートのカバーなどを歌った。2005年4月11日のスター・アカデミー、ブルガリアには、特別ゲストとして出演した。 2006年秋、グリゴリス・アルナウト・ルーと共に、メガチャンネルの日曜夜の番組、ピオ・ポリ・チン・キリアキの司会を務めた。12月には3枚目のアルバム、アイ・カロミラ・パエ・チネマが発売された。このアルバムには、往年のギリシャ映画の音楽のカバーが収録されている。カロミラ、ルーマニア代表のブラド・ミ・リザ、キプロス代表のエブドキア・カディと共に、5月16日に、 ベオグラードで行われたユーロビジョンソングコンテスト2008パーティーにて2007年末、ヘブンミュージックはユーロビジョンソングコンテスト2008のギリシャ代表選考にカロミラを参加させた。コンスタンディノス・パンツィス楽曲ポセイドナス・ヤノプロス作詞による R&B 的なビートにギリシャ風の音楽を織り混ぜた楽曲シークレット・コンビネーションで選考に挑んだ。楽曲は アメリカ風の要素が意識されたものであった。2008年2月27日、カロミラの歌うシークレットコンビネーションは、ユーロビジョンギリシャ代表の地位を勝ち取り、3月から4月にかけて、プロモーションのためにヨーロッパ各国を訪れた。2008年5月20日、ユーロビジョン本戦の準決勝1が行われ、カロミラは1位で準決勝を通過し、決勝に進んだ。 5月24日の決勝では218得点を得て、ロシア、ウクライナに次いで3位となった。エレニ・メネガキのインタビューに対し、ユーロビジョンへの参加はこれまでのキャリアで最大の出来事であり、また自身の人生においてもこれまでで最大の出来事で、今後ずっと良い思い出として残るだろうと話した。大会での成功を予想していたかとの質問に対しては、 常に裁量を尽くすつもりでいたが、それ以上に、どのような結果になろうとも、ギリシャの人々が、自身のパフォーマンスを誇りに思えるものにしたかったと、話した。エレニメネガキは、自分を含む多くのギリシャ人にとっても、カロミラのこれまでのキャリアの中で、最も決定的な出来事となったと述べた。2004年のフェームストーリー参加の頃からカロミラを、見てきたギリシャの人々にとって、彼女には、 純粋無垢な少女のイメージであったが、このユーロビジョンではより成熟したプロフェッショナルの歌手としてのイメージを演出できた。2007年の9月か10月にかけて、カロメイラは、ウェブ上の日記にて、シークレットコンビネーションザアルバムと題する新しいアルバムが発売されることを明かしていた。アルバムには、ユーロビジョン代表曲、シークレットコンビネーション」をはじめとするギリシャ語や、英語の楽曲、 マスター店舗によるシークレットコンビネーションのラップリミックスも収められている。制作時にはコンスタンディノスパンチス、タソスブイアチス、サニー X が起用されている。ユーロビジョン終了後、姉妹の出産のためにニューヨークに滞在し、アルバムのプロモーションには全く関与しなかった。その後、カロミラの父はインタビューに答えて、娘は ヘブンミュージックから汚れ物のように扱われ、歌手としてのキャリアを続けるかどうかわからない8月に何らかの決断をすると話した。これに対してヘブンミュージックの CEO、マキスプーネンディスは説明がつかないとして驚きを表明し、カロミラに対しては契約の尊重と歌手業への復帰を求めたと話した。カロミラが歌手を辞めたとの噂が広がる中、しかし彼女は 音楽業界に戻った。ギリシャへの復帰後コンサートを行った後、リアリティ番組ビッグインジャパンのギリシャ版の司会を務めた。番組は12人の挑戦者と共に日本で行われる。2009年、カロミラは多数の北米のギリシャ系クラブでパフォーマンスを続けた。4月26日にはニューヨーク、6月25日にはロサンゼルス、6月27日には トロント11月8日にはサンフランシスコでコンサートをしている。2010年1月、カロミラがギリシャのドミノピザの広告等に起用されることが発表された。また、アルファ TV の番組グリークアイドルでは再びテレビ司会を務めることとなったが、後にこの役割はアンダーリビザヌーが務めることになった。同じく2010年1月、自身のツイッターにて、 新しいアルバムに向けてレコーディングをしているところだと明かしている。2010年6月にヘブンミュージックとの契約が切れることからフィーボスが新たに立ち上げたレーベルザ・スパイシー・エフェクトへの移籍も噂されていたが3月にはヘブンミュージックとの契約を更新した。次のシングル Please Don't Break My Heart はアメリカ合衆国のラッパーファットマンスクープをフィーチャーしたもので プロモーションビデオクリップはトルコで撮影され、リズモス94.9にて公開された。このシングルの発売と、新アルバムのレコーディングに加え、5月にはクラブファズでパフォーマンスをしている。2008年のタードローモス氏のインタビューにて、両親の経営するレストランで撮影を行ったこと、ギリシャ系アメリカ人の男性と婚約し、2010年に結婚する予定であることを明かした。 あとに、アメリカ合衆国の出身地の近くで2010年9月26日に結婚する予定であることを再確認し、また、アメリカでの結婚式に参加できないギリシャの友人のために結婚後にギリシャでパーティーをする計画であることを明らかにした。2010年9月26日、ニューヨークヘンプステッドにある聖教会の聖堂、聖パベル大聖堂にて結婚式が行われた。 アルバムはギリシャ及びキプロスで発売されたものである。ありがとうございます。